プロスピエースということで、前回ゴールド契約書開封祭り3回中 A が3枚で S が1枚で全部で22枚中 S が1個と A が3つ、まあいいんじゃないね。だからハッピー打率には入れないけど、やっぱ55打率は高かったね。でも今回は S ランク契約書 10%30% を引いていきたいと思います。いっぱい溜まってるんで、何枚あるの ?6枚、だから 10% が2枚、 30% が4枚あるんで、じゃあ持ってるのか引いていきましょう。まずは七夕ログインボーナス9日目の報酬持ってます。いきましょう。だから6枚あるから、7枚ある。 10% が3枚、30% が4枚、だから7枚中4枚はないよね、半分以上。だから7枚中3枚引けたら俺は強運、2枚だったら運いいね、1枚だったらまあ最低限で、0だったらもうバカだね俺がさあまず、チャレンジカップ優勝報酬いきましょう。 10% レッツゴー。どうなの？はあ、これは何もない。この演出は。お、カットイン、カットイン、カットイン。10%の打率、カットイン。来い。A の吉川直樹。吉川もね、今年数値が結構上がる可能性あるから、今頑張ってるしね。これは大きい。さあ続いて、七夕ログイン。ボーナス9日目の報酬 10%。 こい。まあ全然なんかアラブの王様みたいなやつ出えへんな。どうなの？カットイン、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 ノーカットイン、我おら、ドーン、ノー割れない、ドーン、嫌い。あれ7分の2終わった。あと5枚。くー、持って、今日は俺の日じゃないのか。次、プロスペースリツイートキャンペーン。リツイートキャンペーンはやっぱ確率何気に高く、勝手に高くなってると思うね。だって5連でもゴールド5連で S が出たんだから前回。行こう。1回ぐらい S 出たよね、この 10% で。アラブの王様飛んでくれ。全然かな。長打で逆転サヨナラのチャンスやろ。炎がポケンと出て、カットイン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 、ノーカットイン、割れ、うわ、割れへん。浅村、もうまあまあ A の浅村いいね。 A の感じはいいね、そのもらえるのはね。さあじゃあ行きましょう。こっからあと4枚、13枚。無理か、強運は無理か。さあドリームキャラバンのキャラバンボックス 30% って結構高いよ、打率ね、一流だよ。アラブの王様飛んでくれ。おお、これもう一緒やん、さっきと。どうなの、どうなの、どうなの、これカットインして、ノーカットイン、終わって、割れない。牧原、まあまあ牧原も S 持ってるから、ユーティリティプレイヤーね。あと何、3枚。うわ、4打数0安打。ふー、エージェント合計オーダーね、ポイント達成の報酬です。 30% いきましょう。アラブの王様、うわー、花吹雪だ、アラブの王様、飛べ。どうなん、これどうなん、やっと初めて花吹雪だよ、ここに来て。カットイン、カットイン、割ってくれー。あー、笑えへん、なんやねん。一応か、頑張れ一応か、中継ぎ陣崩壊してるよ。初めて、うわー、やばい、あと2枚。くわー、どうなん、
ゃあスペシャルミッション累計31ミッションクリア報酬 30% 頼むよ本当。最高。もう花吹雪だけじゃダメなのね。アラブの王様飛んで。お花吹雪止めあー止まれ。さっきと一緒だよ感じ。おーおおお青く光ってよ。勝手おー来た。えすぎた。これはえすぎた。この演出はさすがの俺でもわかる。来い。ハーマン。まあまあいいね。ハーマンいいね。中継ぎいいね。ロッテちょっと俺のチームロッテが少ないからさ、 S が良かったね。あ、6打数1安打最低限。ここで最後のこれがどうかで俺が運があるかどうか決まるね。さあ最後秘書レベル15達成の報酬です。 30% さあ誰が欲しいかな。俺マッチ欲しいけどね。頼むスタート。ああさっきまでの雰囲気が全くない。何もない。これはもう無理か。ああ脳演出だもん。これでいきなりクリーンってなったらもう福田 A7 打数1安打、まあ、最低限持ってるのか持ってないのか分かんないですけど、まあ、最低限ですね、まあ、1枚引けなかったらよかったか。しかもハーマンね感じいいし。ハーマンちょっと見てみよう。ナックルカーブとかあるんちゃう。ナックルカーブはこれ使えんのかな。よくわかんないけど、まあいいでしょう。じゃあ最後に7打数1安打やから気持ちよく終わりたい。絶対 S が当たる。 S ランク契約書プロスピ交流戦ね、累計達成の報酬これ絶対当たります。もうこれで皆さんお金です。7打数1安打持ってるのか持ってなかったのか分かりませんけど、最後は気持ちよく終わりたいと思います。でした。西子、まあまあいいね。